神のご加護があらんことを。よし、これを授けよう。行くがよい。
この辺りは賑やかな市場なんだ。世界中から名産品が集まってくるんだよ。見回りの兵士さん全員と話ができたし、縄文の兵士さんに報告に行きましょう。逃げてっちゃったな。ふん、誰かと同じで熱く苦しいやつだ。さっさと追うぞ。
かやればいいのに、中途半端なやつね。いたずらにもやっていいことといけないことがあるまね。俺っちのいたずらは人を困らせるためで、好き放題するためじゃないまね。なるほどね。で、人を困らせるのも好き放題やるのもどっちもダメよ。やった！頑張れば何だってできるのよ。